はい、始まりました。ミュージックビデオですね。カトゥーンのトゥーザリミット。カトゥーンのトゥーザリミット。これをね、ミュージックビデオを見ましたので、感想などをね、言っていきたいと思います。とてもね、ドキドキしましたし、楽しめましたね。かっこいい、何度でもね、見たくなるような、ミュージックビデオだと思いました。はい、でね、このミュージックビデオの舞台がですね、銀行のフロントが舞台なんですね。銀行のフロントが舞台の映像になってますね。で、カトゥーンのね、メンバーはそれぞれ、警備員であるとか、銀行員であるとか、お客であるとかね、銀行に来ているビジネスマンであるとか、いろいろなね、役に扮してるわけですね。はい。でね、警備員だったら、警備のね、制服をきちっと着てるんですが、それにしてもね、すごく、目立つんですよね。はい。着てるものもね、地味な、ものであるし、ユニフォームなんていうのはね、ありふれたものなんですが、やはりね、目立つんですね。一般の中でね、一般の中に溶け込もうとしてるんですが、やはり、こうね、スターであるというね、こういう違和感が出てくるわけですね。やはり花がありますよね。普通のね、地味な格好をしていても、花があるために、こう、目立つというね、やはりね、一般の普通の人には、普通の人は持っていない、花をね、持っている。スターの、と言われるね、ゆえんなのかなと。こんな風に思いながら、見てました。はい。で、そこのね、銀行のシーンですが、そこへ、覆面のね、被って、全身黒ずくめの男の3人が、銃を持ってね、現れるわけですね。覆面で黒ずくめの3人ですから、銀行強盗だとね、すぐにわかるわけですね。はい。で、このね、銀行強盗が来て、銃をね、お客さんなんかにこう突きつけるんですが、亀梨くんのね、がこう銃を突きつけられて、こうハンズアップ、両手を上げてね、鼻先にピストルを突きつけられるシーンがね、これあるんですが、ここがね、すごいですね。はい。何がすごいかというとですね、一瞬のシーンなんですがね、素晴らしいシーンだと思いますが、亀梨くんはね、ピストルをね、銃口を見てないんですね。はい。そして、他の人へ助けを求めるような目線もしてない。じゃあ、どこを見てるのかっていうと、この銃を突きつけてきた男の顔をね、睨みつけてるわけですね。いや、これは参りましたね。こういう危機的な状況に陥ってですね、ブルブルしてしまう人はね、たくさんいますけども、こういったね、行動、表情ができる人はね、少ないと思いますね。はい。少ないですが、必ずいる、いるんですね、こういう人はね。はい。命がかかった状況でもね、自分をね、見失わずに、こう、ベストの、行動をしようとするね、人間。そしてね、この、眼光が鋭いんですね。睨みつける眼光が、鋭い。一瞬ですけどもね、鋭い。これは驚きましたね。そして少しね、私はちょっと怖かったですね。この眼光の鋭さが。はい。でね、それで反撃をね、隙を見てね、反撃を始める、お客さんたちなんですが、一瞬ね、走馬灯のように、
少年時代のね、武道の記憶が、呼び起こされるんですね。で、このね、行員の、銀行員の、まあ、衣装、格好がですね、真面目な、髪型、それからメガネ、黒縁メガネ、それからスーツですね。で、このね、真面目な黒縁メガネのスーツの銀行員、が、急激にね、こう、力を解放させるシーンがあるんですね。はい。これはね、アメリカンコミックのスーパーマン、などでもね、モチーフにされてますが、このね、地味な普通の人間が、まあ、力を解放するという、そういうね、まあ、気持ちよさ、痛快さがありますね。はい。で、その後にね、アクションシーンがあるんですが、これがね、柔らかい、アクションなんですね。でね、この柔らかいアクションっていうのはね、結構合理的で、まあ、この攻撃でね、強盗の一人をノックアウト、するんですが、まあ、早すぎてね、何が起きてるかわからないんですよね。うん。早すぎて、こう、パンチとかね、そういうのは見えないんですが、よくよく見るとですね、強盗の顎に、この手のひらがね、当たってるんですね。まあ手のひらは小手って言いますけどね。で、至近距離でのね、この小手は結構効くんで、確実にね、この小手を顎に入れて、ノックアウトしてるのが、ちょっとね、プロっぽいなと思いながら見てました。はい、まとめですね。この、トゥーザリミットの、ミュージックビデオですね。これはね、テーマとしては、普通の人のね、普通の人の中にもう隠れている勇気、などをね、表現してるんですね。かっこいいね、スターと呼ばれる人間が、かっこいい行動をする。これはね、当たり前、なんですが、黒縁メガネでね、資産分けなどのね、普通の人が見せるね、一瞬のこの輝きですね。普通の一般の人が見せる一瞬の輝き。これをね、鮮やかに、このアクションシーンで表現していると。そんなね、作品だと思いました。